東日本大震災の被災地へ義援金を送るため、日南海岸にある観光スポット三メッセ日南の社員が市役所を訪れました。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。3月10日から11日に三メッセ日南は1571人の来園者へ、震災から1年を迎えるにあたって義援金の協力を呼びかけました。入園料の一部を義援金として約15万円を日南市へ委託しました。サメスや地球感謝の鐘をね、一番中心に置いてるわけですけども、その津波でしょう。でそんなこともあって、やっぱり私たち地球に感謝ということをもっと一生懸命やらないかなと、こういうようなことを、つくづく思って、できたらお客さんも一緒にというような気持ちで呼びかけました。そして、入場者の人数に合わせて今日お見舞いの金を持ってくることができまして、本当に良かったと思ってます。